皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今日は b ー s t のプレミアムハンディファンの UFO キャッチャーをしてきましたので、そのお話をしたいと思います。さて、私はゲットすることができたんでしょうかこれは、昨日8月5日から店舗に登場しているんですけれども、 私はですね、前回の缶バッジの時の反省を生かして、まず8月5日の開店1番に実はゲームセンターに行ったんですね。そしたら、今回はまだ入荷してませんと言われまして、残念ながら昨日はプレイすることができませんでした。そして今日改めてもう一度行ってみました。そしたら、 今日は無事に入荷していまして、こちらになります。こちらですね。もうこれを見るだけでテンションが爆上がりっていう感じだったんですけれども、あの、昨日行った時にはまだ入荷していなくって、その日の夕方くらいかなみたいなことを言われたんですね。で 次の日、今日の朝一番に行ったんですけど、それでも実はもう残りわずかというふうに書いてありました。どんだけ人気なんだっていうふうに思いますよね。で、こちらの台なんですけれども、あの、まあ、写真ご覧いただいた通り、アームが2本の、まあ、一般的なクレーンキャッチャーの形をしていて、で、この、 ハンディーファンが置かれている部分にはですね、なんか突っ張り棒みたいなのが2本こう渡されていて、その上にハンディーファンが置いてあるっていう感じでした。なので、その棒と棒の隙間に落とす、景品を落とすみたいな感じのやり方になるクレーンキャッチャーでした。ではですね、私がこれをゲットすることができたのか、 できたとしたら、じゃあ何回トライしたのかということを今日はちょっと動画に撮ってみたので、その動画を見ながら一緒に楽しんでいただければと思います。はい。まず1回目なんですけれども、ちょっと手前を持ち上げて奥の隙間に落ちればいいなと思って1回目は様子見でやってみました。どうでしょうか うわあ持ち上がるんですよね、こうやって。持ち上がるんですけど戻っちゃうんです。2回目です。2回目も同じ作戦でいけるかなっていう感じですね。どうでしょうか。ちょっと子供の頭が打ち込み映り込んでますけど、すいません。うわぁ 3回目です、うん、いけそうでいけないんですよね4回目です なんとか言ってくれって感じですねお今度は手前に持ち上がった今度はちょっと手前の方が落ちそうになってきたんですよねもう少し後ろに下がればっていうか今度は奥を持ち上げればいいのかなと思って5回目やってます うわーいき、わー角が引っかかるんですよね。次、6回目ですね。この角を狙おうっていうふうな、ちょっと手が見えてますけど。どうでしょう。<laughs> 狙いすぎて箱の上に何もならないという。 次です。どうでしょうか。お、いい感じ。あー、あー見てくださいよ、このちょっとの引っかかり。もう落ちてもいいですよね、これね。ほんと悔しいです。次です。次で行きたい。これはいけそう。 いける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 これいけそうじゃないですか戻った戻るんですよこの角角どうにかしてください今度こそこれはですね隣の箱にアームがぶつかっちゃってうまくいかなかったんですよね で、ここで隣の箱をずらしてもらうという裏技,裏技に出まして <laughs>。どうでしょう裏,裏技を使った結果は。いけ。ああ。で、ここで戻っちゃったんですよ。これで10回やってるのでちょっと諦めそうになってます。で、これが11回目ですね。 もうちょっと若干諦めの気持ちが芽生えてますね、この辺で。いけ。今皆さん分かりましたかちょっと私実はですね、これ撮れたんですよ。で、撮れて嬉しくって思いっきり飛び跳ねちゃって、なんかもう画像が 映像がブンブン乱れちゃったので、ちょっと無理やりこんな中途半端なところで切らざるを得なかったんですけど、無事に撮れました。BEFIRST のハンディファン。いや、ほんと嬉しかったですね。で、結果的には、11回2200円使って撮れました。どうなんでしょうね、これは。まあまあの成績かなというふうに自分では思ってますけれども、どうでしょう。 まあ、あのハンディファンをもし BMSG でグッズとして販売されてたとしても、まあ、それぐらいの値段かな、だどうかなっていうふうに <laughs>、一人で勝手によしよしっていうふうに思ったんですけど、どうでしょうか。はい。そして、このハンディファンなんですけれども、実際のサイズ感とかがちょっとわかるように、私が手に持った写真を撮ってみました。はい、こちらですね。 サイズ感としてはもうすごく持ちやすいし、程よい大きさがあって、風もまあ割とというか私がもう一つ持ってるハンディーファンよりは風力、風力、風が強いような感じがしたので、ちょっとモーターが回る音が結構うるさいですけど、でも割と実用的だなっていうふうに思いました。私はこれを持って BMSG フェスに参加したかったので、とっても嬉しいです。 はい。9月17日にこれをもって BMSG フェスに参加したいと思います。どうもご覧いただきましてありがとうございました。おっかけ情報局リコでした。